YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。恭一郎です。れいかです。パソコンでゲームをしている彼氏がですね、片手間に食べれるご飯はないものかと、そう、開発したんですよ。誰が開発してね、普通の焼きそばを、うん、ライスペーパーでくるむっていう、いや今日はこういうの作りましたよっていうツイートをしたら、なんと現時点ですごいじゃないですか。ありがたいです。ちなみに人生でこれぐらいツイートとかないんですよ。ないんですか。初バズいただきました。ちょおま有名人ってやつですね。そうそうそう、あれみんなコメントでやってほしい。いや、やったらいいでしょ。目の前に本人がいるのに、本人のご指導のもと私が作るということでございます。まず、はい、普通に焼きそばを作ります。はい、きちんな、手で手でやる。はい、焼きそば丼。てか、これって粉じゃなきゃダメなのかな。そこで混ぜる。もうこれでボウル使わなくていいから。はいはい、完成で、登場するのが生春巻き。はい、なんかいかにもなんか食べ物じゃなさそうな見た目してるんだけど、これをさっとこれにつけます、はい、で水さっと、でここに焼きそばのせます。あんまりのせるとあれ包む、包む、あーいいねいいね、そんな感じそんな感じ、完成。なんか違うよ、こんな感じだったでしょ。違う、そして、この手前ちょっと寄せる感じで、そう、レイカ、そう、結構でかかったの、こうやってボリュームがあったんだよ。閉じたい人は閉じてもいいし、いっちゃう。これがあのチャレがツイッターで載せてたやつですね。うん、食べていいよ。で、で、はいはい、結構なんかリプライとかで、あげてみたらどうかみたいな、はい、と結構もらったので、うん、ちょっとやってみようかなと。ストップ。いいんじゃないでしょうか。はい、あげました。はい、はい、じゃあ食べます。揚げたバージョン、揚げるとちょっと味が薄く感じるかな。うん、うまっ。皮パリパリで美味しい。まあ、でも手は汚れっけど、油で。ここでですよ、まあ、これを作る前に作ってたものがあって、そっちの方のレシピも公開していきたいなと思って。はい、ちょっとあったかいうちに勝負なんで、ライスペーパーを。あったかいうちに勝負。あ、勝負でございます。はいはい、はい、こちらにして、で、これに、はい、まずチーズをのせます。ここも好みして、そこに、はい、卵とウインナーをのせます。はい、ちなみに卵はまあ塩コショウとバターで適当にジャジャってやっただけです。もうちょっと卵抜けてもいいかな。で、巻く。完成。卵チーズウインナー巻き、これが第1号だったの。うまいのしかないやつだ。どうぞ。これうめんだよな。うまいんだよこれ。というわけで以上、ツイッターでバズってるあの料理を作ってみたでした。バイ。風強いね。ありがとうございます。